64のコントローラー、うん、64のコントローラーかと思ったら、どうもこちゃん、ネコです。今回は開店前にある人に突撃してきました。なんかこういう機会じゃないとすぐ帰っちゃうから。あ、俺ねこうだから、うん、腹割って話さないといけない。何をよ。いやもうなんか思ってることあるのかなっていう。だからすぐ帰るから嫌ってんのかなって。全然それ誰がとかじゃないじゃない。いや腹割って話しましょうよ。何のよ。何をよ。いや俺でもゆうさんのおかげででも本当に全国制覇できたのもありますからね。いや感謝は本当にあるんですよ。あるの。だから今度一緒に連れてってください。何のよ。いやだからいやその何ジャン君の、はい一緒に行きたいのはあるんだけど。いや違う、ゆうさんの隣です。俺が運転でってこと。ジャン君のったら、うん、ガソリンで請求されるから。いやそれはもちろん払うけど。僕はタダで乗りたいんで。俺だって請求するでしょ。だって俺の隣に乗るんでしょ。じゃあ後ろ乗ります。いや言ってて、ね、そういう物理的な話じゃなくて同じ車に乗るってことでしょ、はい、だからぜひ近いうちお願いします。わかりました。はい、ぜひ、はい、近々巡れることが楽しみですね。本日お邪魔したお店はこちらのお店、ハードオフ相川店。こちらは9月27日にグランドオープンした新しいお店。早速こちらのコーナーから見ていきましょう。最初に見るのはプレイステーションのコーナー。上から下までびっしりとですね入っており、珍しいソフトや自分の探しているソフトがすぐに見つかりそうな予感がしますね。ここで私が気になったプレイステーションのソフトをいくつか紹介したいと思います。ルパン三世カリオストロの城。こちらは映画のカリオストロの城をベースにしたアドベンチャーゲーム。映画ファンには楽しめる作品と聞いているので、これはですねちょっと一度やってみなきゃなと思ってます。ときめきメモリアル2。私まだこれやったことがないんですけども、このパッケージのロボット何なのか気になりました。頑張れゴエモン、宇宙海賊アコキング。こちらはゴエモンシリーズで一番安く買える作品ですね。いろいろと評価はあるみたいなんですけども、私自体まだやったことないので、これはちょっとやってみなきゃなと思ってます。続いてはファミコンのコーナーを見ていきましょう。ここもプレイステーションのソフトには負けないぐらいの量が集まっていますね。しかもダブりなしのソフトばかり。これはかなり期待しちゃいますね。こちらを一個一個詳しく見ていこうと思ったんですけども、かなりの人気店で人がたくさんいたのですね。ずっと撮ったら迷惑になりそうだったので、ここはですねちょっと気になったものだけ紹介させてください。ロックマン2。一時期はかなり人気で3000、4000円とかなり高い値段で売られていましたが、ここ最近はだいぶ安く買えるようになってきましたね。私も久しぶりにワイリーステージの BGM 聞きたくなっちゃいました。ピンボールクエスト。こちらはスイッチのダウンロード版で最近できるようになりましたが、いや私ダウンロードもいいんですけども、だけどこういったですね形のソフトを持っていきたいっていうのもですね、ある種の楽しみ方なのかなって個人的に思っちゃいました。続いてはこちらの64とスーパーファミコンのコーナー。上にはスーパーファミコンのソフトが並べられていて、1段2段そして3段とですね、こちらのスーパーファミコンのソフトが並べられています。それ以降は64のソフト、噂ではレアなソフトが隠れているみたいなので探していきたいと思います。バトルマスター。こちらはロープレと格ゲーが合わさったゲームと聞いているんですけども、テイルズ的なそんな感じのバトルシステムでしょうか。バクボンバーマン2。ボンバーマンといえば 2D のイメージが強いんですけども、この64になってから前作同様 3D を取り込んでいて、従来のボンバーマンとはまた違った面白さを
持っているなと思いました。そして出ましたバーチャルプロレス2。こちらはなかなかのレアなソフト。こちらは過去に全日本のプロレスで活躍した人たちがかなり出ていて、私の好きな川田さんも出てるので、このゲーム買おうかかなり迷ってます。猫、続いてはこちらのショーケースを見ていきましょう。こちらのショーケース、なかなか面白いものばかり並んでいます。上から PSP ビータに、そして PSP、 下の段は PC エンジンやレトロフリーク、そしてネオジオミニなどですね、なかなか魅力的なものが並んでいますね。個人的にはこちらの PSP のカラー、これはですね、なかなか見たときない色ですね。他にも初めて見るゲームボーイソフトやポケモンカード GB2、 これもなかなか珍しいんですけども、だけどこちらの全身ゴールドのコロコロバージョンのボンバーマン5、これが店頭で売られているのは初めて見るかもしれません。続いてはジャンコーナーに移動してきました。こちらも人がかなり多かったので、全ては映ってなかったんですけども、このコントローラーを見てもらったら分かる通り、スイッチのコントローラーやいろんな珍しいコントローラーが売られていて、ワクワクが止まらないコーナーとなっております。今まで見たことのないコントローラー、これは何ですかね。こういった謎のものを見ると本当にですね、テンションが上がっちゃうんですよね。こちらはスーパーファミコンのソフトのコーナーではなく、他に入りきれなかったソフトがここにごちゃごちゃっと入っております。その隣もこのゲームボーイ、パッと見限定のゲームボーイだと思っちゃいました。こういった面白いものがたくさんあるんですけども、一緒にいたジャン君もなかなか面白いものを買ってきました。何かと、まあ、僕ですよ、これ買おうかなと思って。何それ、わかんないっす。プレステーションか。オープン気になるんだよ。これなんか取れそうですよね、これね。なんか見た目はプレイステーション2だよね、うん、でもほらまだ買ってないから取るわけにはいかないじゃないですか。うん、見つけたこの裏ベンチ出る場所。ベンチ。でもテレビ接続する場所ないんです。ないよね。で、ここ気になるじゃないですか。うん、これごめんなさい、さすがに開けました。もう買う前提なんで。見てください。コントローラーある。コントローラーちゃんと出てる。コントローラーある。これこうやってやって。面白。何これね、すごいよね。なんか他にもなんか、なんかすげえのあるんだけど、何これ。よし、じゃあもういくらでしょ、見てくれますか。あのなんかいろいろあるんだけど、64のコントローラー、うん、64のコントローラー買うのと思ったら、あのファミコンの互換機でした。ほら、いっぱいついてる。なんか今日変なものが集めてるね。一緒に巡ってる、今一緒にいらっしゃるタジさんからおすすめで。いや、もうモザイクだよこれ。貯金箱ですよ。貯金箱ですよ。貯金箱モザイク入れたら逆に変だ。家に帰ってきました。今回の新店舗、またなかなかすごかった。私ジャンコーナーで念願のあれをゲットしてきたので、早速ですね、紹介させてください。まずはこちら、ディスクシステム本体。ジャンコーナーで1100円で売られていたんですけども、こちら動作未チェックということで、もしかしたら読み込まないかもしれないんですけども、その時は中のゴムを変えればすぐ治ると聞いていたので、これでできる、そう思ったんですけども、このラムアダプター、私持ってないので、これはですね、またジャンコーナーで探しに行きたいと思います。続いては DS のソフト、ファイナルファンタジー12。こちらのファイナルファンタジー12は手軽に遊べる RPG として、一部の方にはかなりおすすめなソフトとなっております。こちらの内容はプレイステーション2で発売されたファイナルファンタジー12のスピンオフの作品となっていて、前作のキャラクターが出ているのはかなり嬉しいですね。こちらも DS のソフト、
立正パチンコパスロ攻略シリーズ。こちらはパチンコのエヴァンゲリオン使徒再びがですね入っているソフトで、こちらの台はかなり波が荒い。当時私はですねかなり泣いた思い出がありまして、内容はかなり好きなんですよ。好きなんですけども続けられない、そういう時にですねこういった DS かなりありがたいですね。我慢できなくて買っちゃいました。ゼルダの伝説風のタクト。こちらの風のタクトは Wii U でも出てるんですけども、いざ買うとなると7倍から8倍の値段。ただやるだけだったら Wii でもこちらキューブのソフトはできるので、こちらのキューブの風のタクトを買って全クリを目指したいと思います。お値段は1100円。思い出は億千万。ロックマン2。ロックマンシリーズにおいてこの中に入っている BGM、 なかなかですねいいものばかり。特に私はあのワイリーステージのあの曲がかなり好きなんですよね。あのステージのですね BGM を聴きたくて、こちらずっとやり続けたら私の持っていたロックマン2金のところがですねすり減ってしまって映らなくなってしまったので、今回2代目ロックマン2としてこちら買っちゃいました。また聴けるのは本当嬉しい。猫、最後まで見ていただきありがとうございます。今回はハードオフアイカー店にお邪魔してきたわけなんですけども、安いソフトや変わったものがかなり多く売られていて、なかなか楽しい店舗でした。これからもこんな楽しい店舗ですね、いろいろ発見していきたいとそう思っているんですけども、そのためにも皆様にお願いがあります。このチャンネルはいろんな面白いものや全国のハードフを巡って紹介していますが、皆さんなどにもこんなとこに行ってほしいとか、こんなものが見てみたいとか、そんな熱いコメントがあったらぜひともコメント欄に書いてほしいです。あとこのチャンネルの夢、チャンネル登録1万人目指して頑張ってますんで、よかったらですねチャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。お相手は猫でした。